渋谷なぎさちゃんなんですけど、あの、この前、あの、眉毛を脱色したいって言って、はい、眉毛なぎちゃんが脱色のね、すればいいやね、脱色の、そう、クリームを塗ったらしいんですよ。で、くるくるって眉毛回してたら、なんかめっちゃ抜けてきたらしくて、うん、よく見たら、その脱色クリームと、うん、除毛クリーム。うわっお間違えてて今眉毛ないんですよ。両方赤タイプだっけか。両方です。両方一気にいった。両方ぐりぐりいって。マジで。ほやな。そっか両方一気にいかんと時間的なもんで、ね、色合いがな変わるから両方いっぺんにいったんや。今だからすごいすっぴんが。書いてんのじゃあもう。そうもう。かなり書いてる。えらい書いてます。そうなん。はい、シール。マロマロどころじゃないの。判定があるよシール判定。もうやめます。マルもないです。マルもないの。もうヤンキーみたいになってんの。もうヤンキーもそうなん。薄い薄い白。極やん極やん。みたいな。落としてくれへんか。いないですね。落としてくれへんか。全く同じ入れ物やったのかな。やめました。私は眉毛を。林いて。なるほど、ね。頑張ってます。はい。林して頑張ってる。そうね。では、来期の村瀬紗英さんの年俸、西森支配人、お願いします。はい。村瀬紗英。はい。年俸、6000万円上がったな。すごい。ちょっと粘った。言うてみるもんや。言うてみるもんや。1000万も上がった。やったー。そう、5000円で、ね。えらい違いやん。じゃあ、6000万。そうな。6000万って感じですね。気になるわ。その年俸どうこうちゃうわ、もう。サイピーのせいで。そうなんですよ。ちょっと見してや、うん。いやいやいや、これ初出しですよ、これ。あ、そうなの。どこでも抜けてから、はい、メンバーにしか、メンバーにも、もう最初はもう。全然分からへんかった、でも。え、本当ですか。こう、あげてみて。あげてみて。え、じゃあ、今書いてるから。ちょっと生えてきたんですよ。あ、そうなん。あ、そうなんや。その、やっぱアイドルやから、絶対生やさなってなったんか。眉毛もやった。頑張れ頑張れってなってんねや。全勢力眉毛だけにいったんか。多分全部ここに集まって。元から結構生えててんな。そう、めっちゃ眉毛褒められてて、ずっと、うん、形が綺麗ねって褒められて。なるほどね。揚げ足を取られた感じで。揚げ足ちゃうですよね。揚げ足。自ら。何も間違ってないもんな。自ら言ったからな。そうやな。揚げ足を取ったではない。揚げ足を取られてない。でもあの、そうで、調子に乗ってた眉毛が。そうそう。褒められて、みんなに褒められて。天狗の鼻を折られるやったっけ。なんかあったっけ。あ、そんなん。なんかそんなん、はい。びっくりしました。いつぐらいになったん。でも1週間ぐらい前です。あ、1週間、はい、あ、じゃあもう全然大丈夫やね。え、徐々に生えてきて。見してほしいわ、せっぴんの。いや、ほんとにもう。はじめじゃあそれ、もう、なさすぎたら、一本一本線描いてたもんじゃん、もう。バーって描いたら、ほんまに、マジックで塗ったみたいになってまうやんか。かもうメイクさんに、まず、うん、もうほんとに眉毛が真っ白でないんで、うん、まずその今日担当メイクさんに、とりあえず、ちょっとまず騒がないでくださいって言って。バレるからね。もうバレるメンバーにも、どうしたどうしたってみんなが来るから、まず騒がないでくださいって言って、1対1で見せて、うん。そうなの。1対1で。ずっと帽子を深く被ってて。騒がないでください、ちょっと。はい。すごいな。ハリウッド映画の好きだよ。ほんまやな。こういう状況なんで。いいニュースと悪いニュースがある。まずいいニュースから。いいニュース大したことないやろ。サイピーは何で知ったそれだって、結構黙ってた方なんやろ隠してたんやね。そう、なんか、あかりさんあかりさんが、それがコンビニで、あの、なぎさと朝に、早朝に会ったらしくて、はい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 、その時に、なぎさの顔見たら、はいはい、めっちゃ人相悪かったらしくて。ああ、なるほど。そう、で、その時は、まあなんか、調子悪いんだなって気にならなかったらしいんですけど、はいはいはい、後からメイク中の時に、なんか眉毛剃ったって聞いた時に、なぎさが告白して、それ。そうなんですよ。で、みんな、あ、そうなんやってなって。それでも、はい、な、いざ自分になったって、俺は別にいいけどさ、その、いやもう本当にもう。顔面大事な仕事やん、言うたら。はい。むっちゃ、もう寒、す、もう寒いぼだったんじゃん。いやもう最初本当に。顔面もなんか脱毛するとき。はい。あ、違います。あの、色抜くのは、眉毛なんでしっかりしてるから、15分置いてくださいってところをちょっと30分くらい置いてたんですよ。それで、で、こう行ってお風呂でくるくる。家でやってたの家でやってて。どうなんのお風呂で。めっちゃ怖いやん。はい、なんかクークーってやったら、なんか、あれ黒いの落ちてきたなと思って、え、まさかと思って、ぐるぐるぐるってやって、パッてやったら、もう真っ白になってて。めっちゃ怖いやん。もう、膝から崩れ落ちて、2分間ぐらいずっともうシャワー浴びっぱなしで。めっちゃおもろいやん。どうしようって。どうしようって、もう一点見つめてずっとシャワー浴びっぱなしで。なるよな、それ。それお母さんとかにどう言うたん、うん、
一番初めに見たお母さんってこと？お母さんです。どういうの？ちびっくりちゃんじゃん。もうママ見てって言って、見てもらったお母さんが夜中にいやーって言って、どうしたんって言って、うん、大騒ぎになって、子供が大怪我した時のその言い方やで、怖い、ママ見てあんたーってなって、こすりしてないのみたいな。本当にそうなんです。いやー、まあまあだいぶでもまあわからんくはなってきてるよね。そうなんです。よかったと思って、はい、いいこと聞かせていただきます、では続いてなぎちゃん問題を読んでください。はい、この時期恒例 NMB48 のメンバーとして来期の契約更改に向かいなさい。そうか、途中だったよ。せやで終わってた。確かに。次、契約更改行くのなぎちゃんね、はい、審査を行うのは僕と西森です。では行きましょう、はい、お願いします。バンバンコ、なぎちゃんこと渋谷なぎさです。今日は契約更改よろしくお願いします。まあカチコチの硬い話はここまでやで、ぶっちゃけた話、来期はなんぼくれますか？財布の紐緩めてちょんまげ。あなたは来期の構想に入っておりません。ね、速やかにお借りください。なんでやねん。ちょっとちょっとちょっと。お疲れ様。ちょっとちょっと待ってくださいよ。眉毛の件もありますから。はい、そうです。そんな、お疲れ様でした。そんなミスする子は、ね、ちょっとちょっと。ありがとうございます。はいはい。ちょっとその話置いといて。ゆっくり下がりながら喋ってる。一応聞きますんで。マジかよ、マジかよ、はい。やべえよ、やべえよ。そんなこと言わずに、もう少し私をぬるま湯の中にいさせてください。そんなね、NMB48 はぬるま湯じゃないから。ぬるま湯、ぬるま湯。君のそういう発言が問題になっているんですよ。やべえよ、やべえよ。私も頑張ってるんです。どうして評価してくれないんですか？いや、まあね、その評価したいんですけどね、はい、頑張ってるかどうかの評価は自分で決めるもんではないんですからね、評価は他人が決めるんです。アホか。ゲロゲーロ、ゲロゲーロ。何それ。何なんだそれは、さっきから。総選挙では、56位から60位にダウン。はい。ね、眉毛もなくなって。はい。どこを評価したら、ええんかな？はい。逆に、返事だけはええな。NMB48 にどう貢献したかアピールしてください。わお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 、他にありますか？他にはありますかね、なんか。ゲロ、ゲーロ、ゲロ、ゲーロ。パ、天下御免の向こう傷。ラッタッタ、ラッタッタ、奥さん、ええ仕事しますせ、ええ仕事しますせ、なぎちゃん、ポーン。お金の話してんのに、これ。そうですね、はい。では、来期の渋谷なぎささんの処遇を西森支配人お願いします。渋谷なぎさ、育成選手として、年俸、6000万円です。おぉ、一緒や。一緒や。来年はもう絶対にやめてください。あ、そうやな。二度と退職金。来年はもうやめてください。劇場来ないします。もう眉毛のことが頭から離れへん。公に出てしまってほしかったみんなに。してほしかったやな。してほしかった、ほんまに。王様のみんなのままみにいいね、言うてもうたやつやな。ということで、チャイムが鳴りました。芸能の授業はこれでおしまいです。では本日最後の授業です。最後の授業はホームルームです。日直のなぎちゃんお願いします。はい、この授業ではラジオの前の生徒さん、リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。はい、たくさんいただいたお便りの中から今日もご紹介していきましょう。はい、お願いします。はい、ラジオネーム小平のドロンパさんからいただきました。ありがとうございます。 DJ さん、日記作家さん、ファッションモデルさん、歯多い人、こんばんは。こんばんは。昨日まで修学旅行で沖縄に行っていました。お、旅行中は首里城に行って、美ら海水族館に行って、サイクリングをして、山に登って、ビーチにも行って、沖縄を十分に楽しめました。天気にも恵まれて、いろんなところで絶景を見ることができました。夜はトランプをしたり、ずっと喋ってみたり、何をしてもとにかく楽しかったです。最高の思い出になりました。皆さんは修学旅行の思い出はありますか？なるほど。シンプルお便りが来たね。確かに。楽しそう、ただただ。わー、よかった、よかった。修学旅行の思い出、どうですか？修学旅行、どこ行ったみたいな話したっけ？あー、ちょっと。なんかした気がするな。どこ行った？改めましてになるかもしれんけど。うん、長野県かな。俺も長野県や。スキーかな。スキーですわ。スキー？いつですか？中学ですか？いや、高校の修学旅行が長野県の津ヶ池ってあったっけな。津ヶ池高原かな。へー。
こんなとこは覚えてる場所と。すごい。すごい。菅池公園。菅平じゃないです。長野県、南西。長野県。長野県、確かに。僕も長野県やったな。スキーやったわ。私沖縄行きました。沖縄。中学。うん、でちょうどその時になんかナギイチ、うん、NMB48 のナギイチが発売した時やって、ずっと踊りながらその曲を踊ってたんですよ。なんかめっちゃ可愛い曲やねとか言って、振り真似してみんなで歌ったり踊ったりしてるのを今なんか自分がやってるやってると思ったなんかすごい。あそういうこと。入る前にすごいなそれ。入る前に見てて。踊ったりして、はいはいはい、周りの子、うん、ほんまに行ったやんってなって、うん、そうなるよね、確かに、へえ、そのちょっと後に入ったんやん、思い出しました、修学旅行のちょっと後ぐらいに入ったってこと、結構でももうちょっと経って、はい、すごいな、すごいそれ、すごい思い出やねそれは、すごいな、どこ行った、私も沖縄なんですけど、うん、あの私最終オーディションの日と、うん、修学旅行かぶってて、そう。で、それでも修学旅行に行きたすぎて、一回断ったんですよ、最初オーディション。もういいってなって。はい。でも、修学旅行行きますって言って、うわ、すごいな。言ったんですけど、その日にちょうど沖縄に台風が来てて、で、それで延期になって修学旅行が。入るべき日。そうだよ。で、それで最初オーディション受けれて、今いるんですよ。運命とはすごい。ほんまに入るべき人やな。こういうことや。で、修学旅行にも行けて。すごいな、やっぱ、ちゃうな、その、俺らとは。うん、やっぱその大阪の工業高校。はいはいはい、長野県にスキー。なやそれ沖縄とか北海道とか行かせよ。定番ですよね、沖縄。僕なんか NSC 入る時の入学式、日にち間違えて誰もおれへんかった。それはやばい。何の思い出やねん。最後に。入らんべき人やったね。その入学式の次の日に行ってて、あれ次の日、あ、じゃ終わったってことですか、終わってた、あれどうしたんですか、あれはあれ、のんきすぎ、勝手にベース吉本入って、すいません、ほんまは入学してるんですけど、いやでもそいつはおもろいやろ、変なやつやってなる、入会してください、ちょっと半泣きになっていきましたよ、というわけでチャイムが鳴りました、これで今日の授業は全ておしまいです、皆さん気をつけて帰るように、起立でありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、さあというわけで結構の時間となりました、今日の授業はいかがだったでしょうか、はい、今日は言っちゃったな、最後ごめんな、まゆつるちゃん、まゆですか、これ本当メンバーにもすごい話よね、でもそのでもメンバー全員知らんのじゃん、まだあんま知らなくて、赤にごめん、その修学旅行がなしになって入った話、ごめんごめん、眉毛はもうどっちでもか、ごめんね、忘れてた、それ一番、眉毛もすごい、すごい眉毛も病気を打ったんやつ、いいのと悪いの、今日はいいのと悪いの、そうそうそう、すごい素晴らしい話、アホと肯定さ、入れ物がさ、そのむちゃくちゃ似てるの、いやもうこれも同じブランドはブランドなんですけど、もう楽な道を選んじゃダメだなっていうのを多分私教えてもらったと思うんですよ、なんかその脱色の方は、はい、なんか2個チューブを使ってで混ぜなきゃいけないんですよ、まあ、そうやね、それ多いな、でも呪文の方はしっかりタイプ1本でって書いてたんですよ、だから、あ、これ1本でいけるんやと思って、しっかりできるんやと思って買ったんですよ、あ、ね、新しく買って買ったやつが、そう、新しく買ったんですよ、そうなんですよ、うわ、わかるわ、でもそれ、そう、そしてピンクやったし可愛いなと思って買ったら、それが呪文タイプで、確かにすごいしっかりしてるなとは思ってたんで、クリーム状でなんかすごい本当にベッターって作る、いやー、まあだから、でもメンバーの子もあんま知らんことやったんやろ、そうで、あかりんさんが言ってみんなおやおやってなって、でその日の撮影がちょうどもうなんか顔中なんかクリームまみれになって、もうその場でみんな撮らなきゃいけないメイクをみたいになって、もうちょうどそれも重なって、私が撮った瞬間眉毛全部なくて、みんながあれってなって、あれちょっとざわついて、でも言っていいんかなみたいなのもあって、言っきゃないなっていう、はい、何その撮影は、パイを顔に当てられる、そう、そういう撮影があって、なるほど、そう、いや見たかったわそれ、ツルツルの時に、もう生えてるもんな、結構ツルツルの時写真とか撮ってへんかった、撮りました、あ、撮った、あれホームページ載せておいた、やばいやばい、
言っちゃったよ。ほんまにすごい人相、こんなにも人って変わるんやと思って。そうね、大事眉毛。それだからそのなんかアカウントのあれ写真それにしといてくれ。いやね、うん、今見るやん。勝手に見るし。いやもう鬼みたいに眉毛ないだけで。そうか、でも、はい、誰ってなったら嫌やもんな。そうやな、意味ないもんな。本当にそうなんですよ。まあもうちょっとは、もうちょっとまあでもこれはオンエアの時はもうボーボーか。確かに、もう完全にボーボーか。12月つまらねえな。いやいやもう。そう言うたろうかな俺がツイッターとかで。いやめましょ。もう。凪ちゃん眉毛今ツルツルらしいで。なんか撮影中とかにちょっと撮れたりとかしたらすごい遠くからメイクさんがブワーって走ってきて私の眉毛をすぐ泣いて。凪がピンチやって。はい、落ちやすいしな。そうなの、カッターってなってすごい走ってきて。走ってくるには。それなんかさ、はい、今日。今日はだからまあ全然日付がオンエアの日とはちゃうねんけど、はい、今のこの段階からインスタグラムとかちょっと遡ったらツルツルのなぎちゃんが見れるっていうこと、あのメイクはしてるけどもみたいな、あ、書いた、うん、書いた私はちょっと違うやっぱり書いたやつは違います。ナチュラル度合いで言うとちょっと違和感はあんねや。はい、じゃあそれをね、あのせめて確かに楽しんでいただけたら、なんかその行ってらっしゃいなぎちゃんとかもあります。